こんばんは。ウランに情熱を捧げる投資家 YouTuber 元気いっぱいトマトちゃんがお届けするよ。こんばんは。ビギナー投資家ライムちゃんだよ。前回に引き続きトマトちゃんからウランについて勉強しているよ。前回は原子力発電の現状と今後の盛り上がりについて解説したね。多分みんなは寝ても起きてもウランのことばかり考えるようになったんじゃない？今回は前回説明できなかった原子力発電の燃料であるウランとウラン価格がなぜ今上がっているのか解説するよ。はい。はい。私、前回の動画を100回見たので分かりました。2050年に向けて原子力発電所が大量にウランを買っていて、ウラン価格が上がっているんですね。ライムちゃん、さすがに発電所もそんなに早くウランを買っておかないわ。もちろん立ち上がりが近い発電所が買っておくことはあるけど、その影響はそこまで大きくないわ。ではなんでウラン価格が上がっているの？ウラン価格の前にまずウランの生産について見ていくよ。まずは世界のウラン生産量から見ていくね。2021年のデータで世界全体で年間 4.8 万トンウラン。この数字も覚えておいてね。トップはカザフスタンで 45.1% と半分弱だね。2位以降はナミビア、カナダ、豪州、ウズベキスタン、ロシア、ニジェール、中国、インドと続きます。カザフスタンはご存知のようにロシアの同盟国、ウズベキスタンも旧ソ連国だね。ニジェールはクーデターがあったことが記憶に新しい政情不安の国だね。これを見てわかるようにウランの生産は米国や西側諸国にとって不安定な国に依存しているの。カザフスタンがたくさん生産しているのね。ロシアとの関係もあるし、今後の生産は大丈夫なのかしら？不安になって切っちゃったわ。次にウランの埋蔵量を見ていこう。基地、資源量のある国は、国別では豪州、カザフスタン、カナダ、ロシア、ナミビア、南アフリカ、ニジェール、ブラジル、中国、インドなどだよ。まず見たいのは合計800万トンウランということです。年間生産量が 4.8 万トンウランということを考えると、世界にはかなりたくさんのウランがあるよね。それにこの数字は基地の資源量で、探索すればもっと増える可能性があるの。ここで重要なことは、ウランは枯渇するような資源ではないことなの。生産に十分な投資ができれば十分な量を生産できる資源なの。そもそも枯渇資源で原子力を3倍にしようという案は出てこないよね。十分にある資源を活用するのが原子力なの。希少資源の取り合いみたいなことは長期的には起こりそうもないの。ウランって世界にいっぱいあるのね。安心した。でもいっぱいある資源なのに、なぜ今ウラン価格が上がっているの？その前にウラン価格とは何かについて説明するね。ウラン価格について原子力発電所は1年とかの単位で動いていないの。稼働し始めたらかなり長い年月稼働するので、ウランの購入も複数年単位の長期契約がメインなの。長期契約は企業間の取引なので、その条件も様々で、統一的な価格は難しいけど、キャメコ社が長期契約の価格の推移を出しているわ。契約の大部分は長期契約ですが、スポット市場もあるわ。スポット市場でウランを購入することも可能なの。スポット市場にはスポット価格が提示されているわ。
ウラン鉱山会社や金融会社、投資家などが取引しているわ。ウラン価格といってもいろいろあるのね。次にウラン価格の歴史的な推移を見ていこう。このグラフはエネルギー白書2023にある IMF プライマリーコモディティプライセスをもとに作成したウラン価格の推移を示しているわ。直近の価格がスポット価格と合わないところがあるけど、長期チャートはこれしかないので、このグラフで見ていきましょう。史上最高値は2007年6月の136ドル、リーマンショックの前年だね。そこから急落したけど、2010年にまた上昇に転じたの。その時に福島の事故が起きたの。そこからはウラン価格の転落の時代に突入したの。2016年まで下がり続けて、それ以降はしばらくは横ばいが続いていたんだね。そこからは前回紹介したウラン価格のチャートの動きのように、最近ウラン価格が上昇に転じてきているの。ウラン価格はこれまで暴落していたのね。てっきりウラン価格は高くなっているのかと思ったけど、安すぎたのが上がってきたのが正しい表現なのね。けどなんで再びウラン価格が上昇し始めたの？ウクライナ関連だとすると、原油などがウクライナ関連で上昇した後、現在は下落しているので、今頃上がり出すのはおかしいし。今ウラン価格が上がっている理由は単純なんです。そうです、ウランが足りないからスポット価格が上がっているのです。2022年時点で需要が150から200ミリオンポンドに対して、ウラン鉱山から生産されるウランは135ミリオンポンドなの。2023年以降も需要が供給を上回る予定なの。去年もそして今年も需要が供給に対して多いので、ウラン価格が上がっているの。一件落着、めでたしめでたし。ちょっと全然わからないわよ。足りないならばそれだけウランを生産すれば良いだけじゃない。希少資源ではないんでしょ？じゃんじゃん生産すればそれで解決なんじゃないの？多少価格が上がるのはわかるけど、価格が何倍になるのはどこかおかしい気がする。ライムちゃん、なかなかいいところをつくわね。ただのボケボケキャラではなかったのね。まず生産すると言っても、新規ウラン鉱山を開発するには長い年月がかかるわ。そうは言っても原子力発電所も建設に時間がかかるし、足りなくなるならば開発すればよかったんじゃない？ではなんで価格が上がり続けているか一緒に考えていこう。まず世界の原子力発電量は福島以降大きく下がったのは覚えているよね。原子力発電は長年動かすものなので、それを想定してウランを確保していたはずだよね。その稼働が大幅に減ったということは、生産していたウランが余ったはずだよね。そしてスポット価格は当然ウランが余るので暴落して、2010年代後半には20ドルまで行ったの。20ドルは1980年代のチェルノブイリの前の水準だよね。その後のインフレ率を考えればとてつもなく安い水準だよね。となると何が起こったと思う？ウラン鉱山会社は当然新しい鉱山を開発するのはやめるよね。安いウランの鉱山を開発する会社はないよね。実際に福島以降に大型の新規ウラン鉱山はないのよ。すでにあった鉱山もあまりにも安すぎてコスト割れで操業をやめちゃうよね。またずっと採掘を続けるとトンあたりの埋蔵量が落ちていくんだよね。なので
新規鉱山による世代交代は必要なのに、その投資をしてこなかった現状が今なの。なるほど。生産を増やそうと思ってもウラン価格が安すぎて、その投資をする気にならなかったのね。その後起こったことは、2014年 RE100 発足で2050年までに再生可能エネルギー 100% を目指す。2015年 SDGs 採択、パリ協定採択、ゼロカーボンに向けた社会の流れが進んでいったよね。必然の流れとして一度落ち込んだ原子力発電が再び上昇を始めたの。ゼロカーボンには原子力発電による安定した電力供給が必要なの。アジアの国々も原子力発電に注力し始めているんだよね。時代の流れは完全に原子力に戻ってきつつあるもんね。それでもウラン価格はなかなか上がらなかったんだよね。ウクライナ侵攻があってある程度上がったものの、その後は上昇が続かなかったの。これは前に言ったようにウランは貯蔵できる特徴があるからなの。ウランの原子力発電所での消費がウランの生産量を上回っても、ウランの在庫がある限り発電所では問題とならなかったの。仮に足りなくなっても貯蔵されているものがあるので、スポット市場からそれを買うことができるの。ただ永遠にウランの貯蔵があるわけではないよね。それを続けると気づくとその貯蔵がなくなっている。そんな時期が来るよね。それが起こり、慌ててスポット市場で乏しいウランを買い続け、価格が上がり続けた。それが2023年後半に起こったことだと私は見ているわ。ウランの買い手は安くて豊富にあったものが突然なくなってびっくりでしょうね。なるほど。ウランの消費量が生産を上回ってもしばらく価格が上がらなかったのは、ウランが貯蔵できるという性質からなのね。でもそれに気づいた今、生産していけば良いんじゃないの？前にも言ったように、新規鉱山開発には長い年月がかかるの。開発中の新規ウラン鉱山会社が創業するにも、ここから数年かかるところが多いんだよね。創業をやめた鉱山をもう一度再開するのにも、それなりのコストと時間がかかるんだよね。ウラン価格は高くなったのではなく、安くなくなっただけなの。折しも世界的な高金利の時代、借金して投資をするのは避けたいというのが経営者の心情でしょう。すぐに鉱山の再開を決断できるか、今後の確認ポイントだね。なるほど。結局長いウラン価格の冬の時代に十分な鉱山投資ができなくて、そのツケを今払わされているということなのね。結局最終的にウラン価格はどうなるんだろうね。前に言ったように、ウランは埋蔵量は十分にあるんだよね。ウランの鉱山開発を続ければ時間はかかるかもしれないけど、いずれウランの需給バランスの問題は解決するはず。あとはその需給が満たすウラン価格がいくらか、おそらく今の価格ではないはずです。またすぐに生産が増えるわけではないので、どれぐらいの時間がかかり、その間に価格がどうなるか、当然需給バランスを満たす価格よりオーバーシュートする可能性もあるよね。そのあたりの予測が今後のウラン投資の重要な点になるよね。一体いくらが適切なウラン価格になるだろうね。そしていつウラン価格はピークに到達するんだろうね。ウラン価格の上昇の理由が分かったところで、今回はおしまい。次回はウランシリーズ最終回。ウラン鉱山から原子力発電までの
サプライチェーンの流れと、そしてウラン原子力セクターの具体的な投資対象について見ていくね。よかったらチャンネル登録と評価をしてね。あなたの応援が私たちのパワーになるの。それじゃまた次回。バイバイ。バイバイ。